中村次長は、戦国時代の武将。小太郎、中村日向上、下野国の宇都宮氏家臣、第十五代中村上主。宇都宮氏の五子に入るほどの当初と歌われた、中村玄閣の嫡男。源義経の維持とされる、中村友貞より数えて十六代目の孫にあたり、中村城最後の上主。栃木県指定文化財、中村城跡中村入道。 玄覚赤碑天文13年10月に結城市の家臣で後に負け知らずの猛将と言われる水谷正村が中村城に攻めてきた際に父の玄覚と共に政村の軍勢を撃退している。領民に慕われていた玄覚次長親子は中村の領民と共にその晩祝杯をあげていたがその領民を盾に政村の軍勢が野襲をかけた。 父玄閣は次長に城に火を放ち、その隙に領民を逃ししか宇都宮を頼るよう、明治自らは城の南西において、盾になり、激闘の中、討ち死にした。父、玄閣の命により中村城に火を放ち無念の中、宇都宮へ帰した。中村の領民たちは、中村玄閣、次長親子を死体、畑に血縛り殿に昼もくげた二番流なけりゃ、 良いという草取り歌を歌い継ぎ、果敢に領民を守った玄格の内死にの地には石文が立ち、最後の城主寺長を祀る者が、領民によって建立され、現代まで伝わっている。水谷正村は中村領を手中に収めるも、玄格の策により中村城が消失していたため、天文14年に、久下田城を宇都宮領との境界近くに築城し、自らがいた。 下立城には弟の水谷勝利を配置した。中村城の戦いの天末に、宇都宮都綱は奮撃し、4月に武田自部太夫信隆を大将に次長、八木岡忠出家を先方に、久下田城に攻め入った。次長は常谷の鏡久下田城に、水谷勢と戦ったが、大将の武田自部太夫、信隆、八木岡城主の八木を忠出家が打ち取られてしまい。 次長は、古軍奮闘なるも、給料を取り戻すことは叶なわなかった。中村小太郎神社中村城の戦い、久下田城の戦いの後、天文15年から24年の頃に次長は、中村城の戸ぶライト敵型二条氏を利用されないため、領民を守るためにと、次長自らが、中高回帰となり、返上寺を北東に3キロほど離れた、かや包みの地より、 中村上司に選らしたとされている。中村領民たちは、宇都宮へと移り漁してなお、中村の里を思い盛りする次長をしたい。中村大明神を次長の名である、中村小太郎神社として、有機漁、その後天漁となった後にも、領民たちの手によって守られ現代まで伝えられている。なお現在は、中村領民たちの手によって、 中村智宗を五歳人都市歴代の中村氏を祭り、中村城市内である返上寺の敷地内へと移築されている。次長は、宇都宮広綱、宇都宮国綱と宇都宮市の重臣となり、廃領された宇都宮の地にいた。天正十八年に、伊達政宗が秀吉に服属してほどなく、秀吉の日本統一が達成された、宇都宮城で欧州市置きが行われた。 この、宇都宮の地において次長と政宗が接見したと、されている。慶長2年10月13日、豊臣秀吉により、宇都宮国綱が突如として開役された。次長は、宇都宮氏より配慮していた戸祭村にそのまま、泊まったが、宇都宮氏が、宇都宮城主として再興することはなかった。慶長2年に書かれた、宇都宮国綱家臣名簿には、 宇都宮国綱家臣としては、最大の十万国を領主と祭り村に従したと記載されている。次長は、この宇都宮国綱が改域された、慶長2年に没したと伝わっている。ありがとうございます。